英雄たちの活躍で妖気玉物前は摂政石に封じられた。しかし封印は完全なものではなく、いずれ玉物前は力と体を取り戻してしまう可能性があった。玉物前を完全に封印するには心境の世界に閉じ込めるしかない。しかし玉物前の手にあった心境は、中の世界から英雄たちが脱出した時に粉々に割れてしまっていた。ならば心境が割れる前の過去へと戻り、今度こそ玉物前を完全に封印する。英雄たちは玉物前との戦いをやり直す決意を固める。戻る先は心境の世界で苦い思いをした寛寧、武田信玄、綾御前の過去と決した。英雄たちは今再び時空を超える。ここは間違いねえ、あの女とダッキーにはめられた戦場だ。玉物前はどこかに潜んでおるんじゃろう。今回はダッキーに惑わされず探し出さんとね。そういえばこの時、剣心をはじめ多くの将が行方不明だったはず。心境を奪えば彼らを救えますか？心境さえ手元にあれば、私が彼らをこちらに呼び戻せます。なら安心じゃな。遠慮なく玉物前を倒しちゃおうかね。火山の兵法教授戦なんてな。受けていますよ。完膚なきまでに打ち伏せてあげましょう。怖いの、綾殿。ならば歩兵をもっと増やしちゃおうかね。ダッキを叩けば、あとは頼む。俺が行くぜ。目の前の砦から行くぜ。制圧しました。我らはここに潜み、火の到来を待ちましょう。砦では制圧したら、では我々は姿を隠す。執着至極に存ずる。行くぜ。
がいい。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。Hey!
わし最高最強じゃの。地獄に存ずる。我慢できねえ。めっちゃ当てろ。骨ごと噛み砕いてくれよ。おい、老人相手の手加減なしか。感謝いたしますぞ。決まったぜ。削ってきよるわ。こそばゆい、こそばゆい。おお、感覚つかまったり。冷める戦ぶり、お見事。争うなどと。
りまして心境をいただきに参りました。もちろん腕づくり。加減せずに戦えるかの。口惜しや、わらわが人の子なぞに。わらわの負けよ。これはそなたらに渡そう。じゃあわしらが預かるよ。危ねえ。その手は二度と食わねえぜ。て、あ、いなくなっちゃったかね。これは表面にひびが入っています。心境とはこのようなものなのですか。いえ違います。この状態では封印の道具として使えません。鏡の亀裂、それは鏡の世界の亀裂と同じにございます。玉物舞をこの心境に閉じ込めたとしてもすぐ抜け出されてしまうことでしょう。心境の世界で感じた不完全さ、その原因はこのひびだったのですね。で、これからどうする。まさか封印を諦めるとか言わねえよな。割れる前の心境がある過去まで戻ってはどうかね。そのためには心境が割れた時を特定する必要がございます。うん、玉物前なら知っておるかの。皆で手分けして行方を探そうかね。心境の中に閉じ込められた方々は私がそれぞれの領地までお送りしましょう。その時皆さんにも事情を説明し、玉物前捜索への協力をお願いしておきます。面倒だがほっとくわけにもいかねえしな。よし、やるとすっか。わし、かっこよすぎかの。